ジェームズ・ウィルソンジェームズ・ウィルソンはアメリカ合衆国の政治家。1897年から1913年まで第4代アメリカ合衆国農務長官を務めた。1835年8月16日、ウィルソンはスコットランドのサウスエアシャーにおいて誕生した。ウィルソンは14人兄弟の一人として生まれ、農村社会で成長した。1852年、 ウィルソンの家族はアメリカへ渡り、コネチカット州に移住した。一家は1855年にアイオワ州に移り、トレア近郊に農場を設立した。1867年、ウィルソンはアイオワ州議会議員に選出された。ウィルソンは1870年から1871年にかけて議長を務めた。その後ウィルソンは、 現在のアイオワ州立大学で農学の教授となった。1873年、ウィルソンは共和党員として連邦会院議員に選出された。ウィルソンは同盟の上院議員ジェームズ・ F ・ウィルソンと区別するため、タマジムと呼ばれた。ウィルソンは連邦会院議員を2期4年務めた。その後ウィルソンは、 1890年から1897年まで、アイワ州立大学で農学部の学部長を務めた。1897年、ウィリアム・マッキンリー大統領は、農務長官に、ウィルソンを起用した。ウィルソンの名前は一躍、全国区となった。ウィルソンは、その後、セオドア・ルーズベルト大統領、ウィリアム・タフト大統領の下でも継続して、農務長官を務めた。 結果的にウィルソンは1913年まで3人の大統領の下で16年にわたって農務長官を務めた。ウィルソンは農務長官として農耕法の近代化に重点を置いた。ウィルソンはまた食品の安全を検査、監視する大規模な組織の構築、内国を網羅する道路の整備などの政策も推し進めた。ウィルソンは農務長官退任後、 アイオワ州のトレアに隠居した。そして1920年8月26日、ウィルソンはトレアの自宅に置いて死去した。ありがとうございます。